皆様、こんにちは。IT パスポート合格講座1-1の企業活動の丸1ですね。始めていきたいと思います。担当はレックセに越しの黒川です。じゃあですね、まずは最初の講義ということで、このストラテジー分野からですね、入っていくという形になります。で、ストラテジーはやっぱりこの IT を語る上でもですね、まずは最初に必要となる、まあ経営全般的な、そもそも会社って何なのみたいな話から入っていって、 で、やっぱりこう、あの、そのいろんな業務の中で出てくる、こう、IT 支援だとかもそうですし、で、会計につながる IT もそうですし、やっぱ法規制を意識しながらの IT っていう形にもやっぱなってきますし、そういった、まあ、企業と法務のところをやりますし、戦略的なところをやっていく。みたいな、そんな章立てになっておりますんで、このストラテジー分野ですね、が結構ですね、やっぱ強調されてるかなというふうに思います。で、結局、その、まあ、あの、基本情報技術者試験とかをやられる方、この後目指される されてる方もそうですし、基本情報技術者の方も、やっぱりこのストラテジー分野っていうのはかなり力入ってるんですよね。なので、あの避けては通れないところにもなってきます。で、あのそうじゃない方に関しても、このストラテジー分野って、やっぱりビジネスをやる上で結構必須となる知識が盛りだくさんなんですよね。なので、ここはすごくですね、実務的にもやっぱり知っておいた方が、やっぱりいいよというような内容も多いですし、まあ、あの試験対策ももちろん。 そうなんですけど、まあ結構ですね、あの、有用な知識も多いということで、まああの、やっていきたいなというふうに思います。まあただ、あの、オリエンテーションでも言った通りですね、やっぱ出るところは出るっていう形で、あまあなってますんで、そこをですね、ちょっと中心にやっていきたいなというふうに思います。基本も、あの、私がこう、あんま触れなかったところは基本はあんまり出ないんだなという感じでちょっと見てもらってというような、まあ、そんなちょっと位置づけでですね、やっていきたいと思います。 で、まずは最初の第一章ですね。で、企業とホームといったところがやっていくという形で、で、まずはですね、企業活動ですね。に,になっていきますと。 ということで、最初ですね、企業活動のこのテーマからちょっと入っていきたいと思うんですけども、で、そもそも会社って何という話ですね。で、会社って何のためにこうやってんのというところなんですけど、で、企業活動っていうのって、で、単純にこう、まあ、あの、まあ、利益を生み出してみたいな、利益市場主義みたいな、まあ、言うだけじゃなくて、ね、まあ、利益を生み出すっていうのは、次につなげるための利益なんですよね。なので、企業活動をちゃんとこう、まあ、円滑に、円卓に進めていくっていうため にに必要になっていてで、その企業活動をやればやるほど、やっぱりこうそこにまあ雇用が生まれますし、そのやっぱそこで働いてる人たちのやっぱり一つの土俵でもあると。その会社がなくなったらやっぱ大変なことになるっていう、まあ、生活、一人一人の生活でもあるし、やっぱそういう意味での 雇用を支えるるっていう意義もあるんですよね。会社にはそういった意義もあるし、でもちろんその,あの売り上げを上げていくっていうためには、誰かがその仕事をお願いしたりとか、あその商品を置いててくれてありがとうっていうことなんですよね。なので、 その会社がなければ、やっぱりこう、不便な世の中だったところが、やっぱ便利な世の中に変わっているっていうところもあって、やっぱりこう、社会貢献的な位置づけでもあるんですよね。なので、社会にとって必要となる活動をしてるからこそ認められて売り上げがちゃんとこう、上がっていくっていうことにっなってくるんですね。そういった活動を企業っていうのはやってんだというところなんですと。で、さらには最近ではですね、そこの活動に対して、で 結構社会的な責任とか、その環境面とか、そういう貢献活動、社会貢献、環境対策みたいな、そういう論点が結構こう、含まれてくるんですね。で、そういう会社の方がイメージがいいっていう感じにもやっぱなるんで、まあそこもですね、踏まえてやっぱ言われるところなんですと。 で、ちょっと左側に参考って形で SDGs の話が出てると思うんですけど、これはちょっとしっかりチェックしといた方がいいです。で、あの、試験対策用語としても、ちょっと SDGs に関してはちょっとチェックですね。で、しっかりやっといて、押さえといてもらってですね。で、やっぱこうサステナビリティですよね。なんか聞きますよね。SDGs とかサステナビリティとかっていう言葉を聞く。 あの、全く聞いたことないっていうのはかなり問題ですんで、ちょっとそこからちょっと、あの、やっていく必要はあるんですけど、あの、サステナビリティですね。やっぱりこう持続可能な目標っていうところをですね、えー、まあしっかり設定して、特に環境面がやっぱり、あの一番でして、で、環境対策っていうのをもう本当にこう一番に考えていきましょうと。で、まあゴミとかをなるべく少なくする例えば、あの、結構洋服、 洋服も服飾業界とか、まあそういったところとか、洋服屋さんとか、で、まあ普段こう洋服買ってみたいなことってまあ多いと思うんですけど、洋服屋さんって、めちゃくちゃあの,あの洋服ゴミに捨ててるんですよ。で、あれもちょっと環境的に問題じゃないっていう話ですよね。なんで、結局そういうブームがあるんですよね。トレンドがあるような商品の場合って、 そのシーズンで売れなかったら、もう来シーズンで基本売れないみたいな状態になったりして、結局それをですね、あの、まあ、従業員が自分で買い取ったりとか、で、またはもう本当に大量廃棄問題っていう形で、ゴミにして出してると。 で、それって作るだけ無駄ですし、で、もうちょっとそういうの考えてや,るやりましょうよっていうような物事って結構多いんですよ。で、結構多くて、で、本当に身近な、こうなんか、例えば野菜とかでも、本当に作りすぎでも捨ててるだけの野菜もありますし、めちゃくちゃいっぱいあるんですよね。魚も取りすぎちゃってると。取りすぎちゃって足りない時はなんか足りない足りないって騒ぐ,騒ぐのに、やっぱり日常的には取りすぎちゃってるんですよね。で、相当余ってやっぱ廃棄してるっていうところも、 いっぱいあるんで、活用がうまく進んでないですよね。そういうところを、もう、まあ、あらゆる業界であるんですよ。そういうのがめちゃくちゃあるんですよね。めちゃくちゃあるんで、そういうのも含めて、まあ、きっちりですね、考えていきましょうと。単純に利益を出していけばいいっていうだけじゃなくて、国を挙げてですね、そういった取り組みを支援していかないと、民間企業が単独で頑張っても、どうにもならん問題もあると。なんで、国を挙げてこう頑張っていこうっていうふうな、まあ、そういった流れ、これが SDGs ですね、になってますと。 という感じでですね。まあそういったこう流れがやっぱり今のこうトレンドなんですよね。なので、こう環境にしっかりこう対応したような経営っていうのを作っていくっていうのが、あの、やっぱり重要視されてるっていう世の中なんですね。 でそういうのを、こう、経営理念とかね、こう、掲げると。で、理念っていうのは、やっぱり、こう、あの、会社としての、こう、重いですよね。重いコンセプトっていうのを、ちゃんと、こう、まあ、あの、打ち出したものっていうのは経営理念というふうに言われるもので、で、まあ、バシッとした。やっぱ、こう、会社ごとに、やっぱり理念って違うんですよね。 違って、で、アップルっていう会社であれば、こう、しっかりとした、こう、イノベーションですよね。革新的な商品を、やっぱり提供するっていうところが、やっぱり根底にあるんで、かなりこの技術なんですよ。技術開発に結構力入れるんですよね。そういう経営理念なんです。そういうところでの社会に対する、もう、新しくていいものを提供していくっていう、まあ、貢献。 をしていこうっていう、まあそういう理念があったりとか、まあその会社それぞれに違った理念の持ち方がやっぱあるんですよね。なのでそういったこう経営理念というのが一つのこう会社としてのまあ大枠を固めることで、でその大枠の中でじゃあ具体的にどういう活動をするのかっていうのはまあ経営戦略になってくるって感じなんですよね。ですと。 で、あとは、その、まあ、やっぱ、企業っていうのは、こう、社会責任と。社会的な責任っていうのがやっぱりあるんで、企業の社会的責任っていうのは CSR というふうに言いますで、この言葉は知っといてくださいね。CSR っていう、まあ、あの言葉、企業の社会的責任のことを言ってると。で、これも当たり前の話なんですけど、まあ、会社っていうのは、ま、ちゃんとやっぱ社会的な責任意義があって、で、特に、ま、大きくなればなるほど、社会には与えるインパクトがやっぱでかいんですよね、と。 で,でかいんで、でもそれでもやっぱ企業って不祥事を起こす企業は不祥事を起こすんですよ。で、不祥事、会社の不祥事ってなんかやっぱり、あのー、たまにニュースとかでもやっぱなると思うんですよね。 えー、なので、そういう風になったら、やっぱりよろしくないと。えー、なので、ま、最初からこう、悪徳なことをしようとしてる会社の方がもう本当に少ないんで、そうじゃない、本当に健全な企業のはずなのに、なんか社、社会的な責任を果たせず、いつの間にか、なんかワンマン経営者が、なんかこう、 私利私欲のために走ってしまったとか、なんかそうなっちゃったりすることがやっぱあるんですよね。なんで、やっぱりこう、うまくそういうのをちゃんとコントロールして、みんなでチェックして、みんなでこう、なんかこう、改善する。まあそういったようなやり方も、まあできないかなという感じで、まあいろいろとですね、あの、やっぱり当たり前のことではあるんですけど、まあちゃんとこう社会的に意義、責任が、 会社っていうのはあるんで、まあ、そこをですね、ちゃんと正しい道を歩いていきましょうということをですね、かなりあの根本的なところをですね、追求しているような感じですね。 でそういった会社に対してちゃんと、まあ、あのー、投資というか、ちゃんと判断して投資しましょうねっていうのが、まあ、社会的責任投資ですよね。とかっていうふうに言われると。まあ、この辺の言葉はちょっと知っといてもらって、で、あとはこのステークホルダーですよね。こういう言葉もちょっとチェックしといてください。ちょっとこれはあ、端から端までやるなみたいな話を最初オリエンテーション私したんですけど、ここはやっといた方がいいです。ここはやっといた方がよくて、ステークホルダーも知っといた方がいいですね。言葉としては、あの、利害関係者ですね。日本語に直すと利害関係者で、 会社に絡んでるすべての人のことをステークホルダーっていうんですね。そういう人たちに対する、やっぱり責任っていうのが発生するんで、もちろん従業員もそうです。従業員もそうで、やっぱ雇用という、しっかり雇用を守るっていうのも、まあ、会社の重要な役割なんですよね。なので、そういったものがあるんで、まあ、しっかりやっていきましょうねっていう話をしているという、まあ、まあ、当たり前のこところはまず最初に出ていて、まあ、企業活動ってそういうことだよねと。 で、その中で、じゃあいろんなこう組織を、まあちゃんと形を作ってやっていきましょう。単純に人が集まっているっていうだけじゃなくて、まさにカンパニー。カンパニーが大元なんですけど、仲間ですよね。人が集まって、カンパニー、仲間、仲間でやっていく。まあそうすれば一人でできなかったことが10人いれば、もう本当に10倍、100倍のことができるというふうになる。それが人の集まりなんですけど、もっとやっぱり、 それをうまく人を活かす組織形態っていうのはあるよねと。ということで、まあ、いろんな形が出来上がっていて、で、まず最初に書いてあるのは株式会社とか有限会社みたいな、まあそんな話があるんですけど、まあ今は有限会社は新規で作れなくなって、で、昔って株式会社は資本金1000万円以上だったんですね、必要だったんですけど、その規制も撤廃されて、で、 有限会社300万円で、株式会社1000万円みたいなのが昔はあったんですけど、それなくなって株式会社1円でもできるようになったと。そうなったら、ま実質有限会社というのは不要だよと。必要ないんで、新規で作るのはなくなったとっいうのが有限会社でして、で、株式会社に取り込まれたと。ただ、もともと有限会社で起業してた、活動してた会社はそのまま有限会社を名乗り,名乗り続けられるという感じですね。 まあそんな形態がありつつので、具体的にその中身の組織です。組織がどういう形で存在しているかというところで、まあ、これスポーツと一緒なんですよね。スポーツと一緒で人が集まります。で、そこの中の人、ん一人一人はやっぱりこう、得意不得意があるんですよね。得意不得意あるんで、そういうのをちゃんと組織の中で、こう、役割分担。 をうまいことやってまとめ上げるっていうのが大事ですと。で、そこの組織が、まあいろいろあるんで、で、一番ベーシックな組織形態はこの職能別組織と、まあ機能別というふうに言います。っていう組織で、で、要は営業っていう機能、生産っていう機能、総務っていう機能、人事、まあ経理っていう機能、そういう機能ごとに組織を分ける。 いう考え方ですね。やっぱり、まあサッカーとかでも一緒で、ポジションごとに機能を分けて、やっぱりこう攻撃系のポジションもあれば、ミッドフィルダーもあれば、ディフェンス系のところもあれば、もう本当にゴールをもう守るみたいなキーパーもいれば、っていう感じで、それぞれの機能ごとに分けるんです。で、そこに適材適所ですよね。で、人を当てはめていくっていう形になるんですと。で、さらには、この、 考え方がもう一個あって、ね、直接部門と間接部門っていうライン、LINE& スタッフ。LINE 機能とスタッフ機能っていう考え方もありますと。で、LINE っていうのは直接要は選手です。スポーツで言うなら選手で、で、直接試合に出てフィールドに立つ人が LINE。で、それを支援するマネージャーとかですね。マネージャーとかコーチとか監督っていうのがスタッフですね。間接部門ですと。 で、なので、フィールドには立たないんだけど、その人たちが、えー、ちゃんとしっかり働ける土俵作りをすると。会社のルールを作ったりっていうのは経営者なんで、やっぱ土俵を作って働きやすい環境を整備する。で、その人たちが、じゃあどれくらいちゃんと働いたのかっていうのを管理して、で、まあ、あの、しっかりと、あの、まあ、 褒めてあげるというか、で、評価してあげるみたいな、やっぱりこう管理者ですね。部長さんとか。まあそういうのがいたりとか、っていうのがスタッフ機能なんですよね。なんでスタッフがいて、LINE とスタッフっていうのをちゃんと分けましょうと。で、これは混在するからややこしくなるんですね。で、選手兼監督みたいな、そういうの、なんかスーパーマンみたいな人がいればいいですけど、普通の人はそうはならないですんで、で、なのでやっぱり LINE 機能になってる人はもう選手に専念すると。で、スタッフ機能になったらスタッフに専念するっていうのは基本なんですよね。 基本的にはこう分けられるという形になるので、まあ、あの考え方はもうスポーツと一緒なんだなというふうに思っておいていただくといいかなと。まあ、こんなふうに分けてですね、で、管理していくっていう形になっていきますと。で、あとはですね、この階層と。で、階層を持たせると。で、さらにその組織がどん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 大きくなってきたときには、まあ、上位組織、下位組織、下部組織みたいな、どんどんこう作っていく形で、階層で管理したら分かりやすいんですね。 一人の上司に、なんか1万人ぐらいぶら下がってるみたいな、そんな組織だと、1万人が一斉に上司に相談したら、もう上司はもう何もできなくなると。で、誰の相談も受けられなくなるんで、で、やっぱりこう、まあ、やっぱり一人で管理できるんで、まあ10人ぐらいがやっぱりうベストですよ。なんで、その100人、1000人っていうような組織になってきたら、それをやっぱり階層的にこう分けてって、 まあ、総務部の中の人事と経理には分けたりとか、で、人事一か二かみたいな、で、営業も一か二かとか、で、公共部門の公共系の営業マンと民間企業向けの営業マンとか、地域で分けたりとか、まあ、いろいろやるんですね。で、分けてって、それをと取りまとめる統括的な統括部署みたいなのを作ったりとかしていくことによって、まあ、階層が分か、ピラミッドがもう分かりやすくなるんですね。で、この人は上司はこれで、その上司に入、はい、 部下は、ま、10人ぐらいでなってるようなチーム。それが、その、その上層部にはまた別の組織があって、上層部があってってなれば、なんか、その部署で解決できないことがあれば、上の組織に相談すればいいんですよね。っていう形になっていくんで、人数が増えていったとき、人数が拡大していったときには、こう階層をですね、うまく活用して作っていくと。 いう形で、まあ、野球とかもそうですよね。1軍、2軍、3軍みたいになっていって、まあ、こう、どんどん、こう、し上がっていくみたいな、そんなような形になると思うんですけど、会社も一緒ですと。っていう感じですよね。まあ、そういうふうに作っていくのは、まず、こう、基本的な組織の、あの、ベースの作り方はこんな感じになっていきますと。っていう感じなんですよ。で、それを受けての、じゃあ、具体的にどんな、まあ、いろんな、こう、 やり方があるのかとかっていうのが、こう、マトリックス組織とか、プロジェクトチームとか、事業制とか、もろもろあるんで、ちょっとそういったところですね、あの、今度は次回ですかね、次回の次の回でですね、ちょっと見ていきたいと思いますんで、一旦は、その、こういった、まあ、組織を作ってって、で、やっていくんだと、ねその、まあ、社会主席、責任もあるし、そういうのは、果たすべき、組織っていうのを組織づくりをしていくんですが、まあ、一般的な会社はだいたいスポーツと同じような、 形で組織作っていって、やっていくんですよ、ということをですね、ちょっとまずはちょっと押さえておいていただきたいなというところです。じゃあ、一旦まずはですね、以上になりますんで、まあ、ここまでのところですね、あの、まあ、復習さらっとやっておいていただければと思います。では、以上です。じゃあ、どうもお疲れ様でした。